えー、こんにちは。速課塾の久保です。えー、先日はですね、えーま、河原浩二さんの、西成浩二さんのクラウドファンディングにご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございます。孝二さんの事業はこれから進んでいくと思います。ま早速ですね、えー、必要なあお金を必要なところに、えー、使い始めているようですんで、えーま、これもね、皆さんのおかげだなと思っております。で、 これから康二さんがね事業を成り立たせていくときに、まあ、まあ、そのまああの壮、ー、行会というねほどではなかったんですけどもまあでも私の気持ちの中では盛大に送り出すつもりで私のお自宅にね康二さんはるばる来ていただきましたまああっという間でね非常に、えー、貴重な時間を過ごさせていただいてまあ、奥さんもご一緒いらっしゃってですね、えー、本当に有意義な時間となりました これもね、クラウドファンディングにお付き合いいただいた皆さんのおかげだと思いますしうんまあ本当に私が浩二さんに入って渡せば簡単な部分はあるんですよでもやっぱり一人でも多くの方に浩二さんの事業をご信頼いただいて応援する背中を押すことがですねやっぱ浩二さんの行動力にもなると思いますしまあ義理とかね人情とかね、まあ、そういったところに ビジネスっていうのはあると思いますんでちょっと古臭い考え方で効率も何もないもんですけどもまあでもねあの温かい心と、うん、熱い気持ちっていうんですかね、まあ、そういったものを浩二、まあ、さんにも感じるところがありまして今回は私が独り占めするよりも多くの方にご支援いただくことによってこの事業をもっともっとね実りあるものにしていきたいなと思っておりましたまあそういう私の半分身勝手な気持ちに 同意してくださっったた方が多かかんじゃないかないいと思います改めて、えー、今回授業に取り組んでくださるコウジさん、えー、そして応援いただきました皆さんご入金いただいた皆さんご信頼いただきましてありがとうございますじゃあコウジさんまたあの途中経過など報告していただけると思いますので楽しみに待っておりましょう、うん、でコウジさんはね先日のことですけどもはるばる来ていただきまして本当にありがとうございます、まあ、他の方も だったらどうですかってことだったんですけども少なくとも今回はねクラウドファウンディングの、うん、ま総、あ、合会というね気持ちで来ていただいた部分もありますのでまあそこに恐縮なんですけども、うん、今回はちょっとただ会いたいっていうことでしたら遠慮させていただいてですね、えー、これ別にあの嫌ってるわけじゃないんですよ、えー、本当にね人をお迎えするような形になってなくてですね、えーまあ、完全にヤマト君シフト子育て部屋になっておりますので うん、以前みたいにね来客を丁寧にお迎えすることができずに、えー、そういったことですねお察しいただいてあとはまあ感染症のこともありますので今ねできる限りリモートでやらせていただければと思います恐れ入りますがご理解くださいませ、えー、またね以前のように47都道府県オフ会なりどっか1箇所にね集まって速下塾の、まあ、大々的なねパーティーなどしたいと思いますので 今しばらくお待ちください、えー、とりあえずはコウジさんの事業の成功を祈って万歳